ルーリー梅子のちょっと話してみませんか。1月です。1月です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、年をまたいでの、はい、劇団アイドリングの話の続きをしましょうか。セリフ2行問題でしょえ、でもさ、一人がやる役自体は多かったですよね。いや、多かった。なんか6役ぐらいやんなきゃいけなくって。そうだよね。多分7人で成立しない、うん、あの舞台の物語でしたよね。物語なんで、いろんな役をもういろいろやらなきゃいけなくて、あった、あった。ただ別にいろんな役やっても私すっごい覚えてんのが、うん、ライオンの着ぐるみ着た。着てた。うん、あれは純粋にライオンの役だったの。そうだよね。私動物の役までやったあ、なんかね、その前まで普通に舞台、いろんな舞台出てたのよ、うん、すごいですよね。出てたから、なんか、うん、いや、川村は舞台頑張ってるから、うん、その一員なんだよ、うわっつって台本開いたら2行だからそのさ、あれと思って、舞台頑張ってるから、そう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 、このメンバーなんだよっていうのが逆にひどいよねひどいじゃん、逆にえと思って、これ恥ずかしくて何の宣伝もできないと思う。ただ、うん、ここ忘れちゃいけないの、うん、いやこれは、いやもしかしたらね、うん、まあ、セリフをこう言ってくれてる人を見てくれるお客さんの方が多いけど、うん、これは後ろで何かやってた方がこう見てるっていうお客さんもいるかなとか、そうだね、後ろで何かやってる人を注目して見てるお客さんもいるかなと思って、いるいる、その人がいることを希望にすごいオーバーリアクションしてたいろいろ存在感はすごいアピールしてた。後ろあの枕投げのシーンとかあって、あ、枕投げのシーンありましたね。ありました。思いっきり枕投げましたよ私舞台の幅考えないあの、ね、とかね、川村さんがね投げた枕直撃しましたよ私痛かった、すっごい痛かったいや頑張った、これ投げたの誰と思ってパッて見たら梅子がめっちゃ思いっきり枕投げ てなんか溜まってんのかなって思った違う、あと転換が多かった。あ、多かった。私すっごく道具を動かしてた、うん、暗い中で暗い中、あのちっちゃい子のなんつうの、あの、まあ、暗いと光るそう目印みたいなとこが、うん、ね、すごいいっぱいねあったのよ床に、うん、それを見つけて一生懸命暗い中動かしてたスタッフさん、スタッフさんそうなのに朝9時から測定してたもん。え、測定は何でしてたんだっけ。なんかダンスの一個、うん、なんか測定っていう、あったっけ測定。そうやらなきゃいけなかったんだけど、うん、実際にその測定する時間がなくて、うんうん、普通にあのなんていうの、シャッセ、うん、だから回転になったんですけど、え、だから無駄だったんです。練習の時間の意味、めっちゃ練習した先生と一緒に測定、測定それ練習の段階で気づかなかったのかな。ね早めに言ってほしかった。だって私今からリハーサルやるのになんで回転してんだろうと思ってずっと。でもさ、この話聞いてるだけだとさ、うん、一体どういう舞台なんだろうって思うよね。でも見てんじゃないですか、何気にみんな。 DVD もありますしね。あ、 DVD ありますね、うん、見てるんじゃないかな。いや、あれはすごかったね。あれはね、もういい大変だったの、あれは私あのなんだっけ、すごい長いマントをつける役が最初にあったんですよ。あのマクベスの役覚えてる。マクベスっていう、うん、あのなんだっけ、あの小説のその人になったやつね。そうそう、やつでやったんですけど、その時つけてたマントが長すぎて、うん、毎公演つまずいてたんですけど、かわいいよ、バレないように、うん、あの暗い時につまずいてたんで全然バレなかったんですよ。あ、そう、でも本当に怖かった。でもかわいいですね。でもえ、いい、マントがな、ってマント欲しかったじゃんマントない役だったな、ったな、うん、そう、なんかおもちゃの剣持たされた。あ、おもちゃの剣ね、確かに。あ、いい、でも、まあね、あれはなんかいろんな意味で結構大変な、いろいろ大変だったね、舞台だったね。睡魔との戦いやら、やら、セリフ2行やらえ、だってな、ね、6役ぐらいやってセリフ2行ってやばかったな。わーとかあーとか言ってるだけってこと。だからもう口パクですよ、そこも喋っちゃいけないからリアクション、リアクションで田村は舞台の経験があるからこのメンバーなんだよってそう言われて。でもそれを見越してのそうじゃなきゃできない役だったんじゃん。
まあ、そうかもしれないですけど、うん、まあ、でもこの話ができるようになったって結構ね、うん、あの時間がこう解決してくれてるっていう部分がありましたから、なんか雪が溶けた感じありますよね。そうそうそう、ずっとこの話できなかったからさなんかね、うんうん、多分知らなかった人もいるんでしょうから、まあ、今笑い話ですよね、うん、その時は真剣だったんですけど、うん、素敵なアルバムになったなと、よかったベストじゃなくてっていう思いが、しかも梅子結構活躍してるじゃない今回のアルバム。あ、そうね、活躍はしてるの、すごい活躍してるんですよ今回。ただ披露できるかなっていう問題になってきてるのよえ、それは何問題？歌唱力とか、うん、あとなんかね、そういうパターンの曲って消えてくのよ、うん、そんなことない、まあ、だって結構レア曲になったりはしますよね私、はい、言っていいですか、シスターのっていうアルバムに入ってる、はい、アナログっていう曲、あ、私も入ってますね、うん、ライブで1回しか歌ってないんですよ、うん、どこ行ったのあの曲あれはなんかスーちゃんが卒業してからもう歌わなくなりましたねスーちゃん、森田鈴香ちゃんもメンバーに入ってたんですけど、結構新しめの曲で、なんか今までにないような曲だったんで、うん、椅子とか使ってすごい演出をしたんですよ、うん、あの1曲に対して、ね、うん、やらなくなったね、うん、卒業生も出たし、確かになんかそのアナログっていう曲と、あのキャラメルラテ飲み行こうっていう曲で、うん、多分入ってない子同士でなんとなく分けられたりしたっていうのを聞いたんですけど、キャラメルラテ飲み行こうの方は結構頻繁にライブで披露してるんですよ。イエーイって いけるもんね。そうそう、イエーイイエーイができるから。アナログは全然ないね、うん、こういうふりだったよね、すごいなんかモードな感じで誰でもできそうなんかすごい懐かしいね。ね、だからそういう、うん、なんか貴重な曲じゃないけど、うん、消えちゃうような曲にならないようにだけ祈る。あ、ジャケットもすごいんですよこれ。ね、すごいんですよね、キャッキャッって感じですよね、うん、鱗つけちゃったのっていう感じです。鱗ついてた？そう、私的にすごい魚の鱗なイメージなんだけど、違うのかな。梅子だけだと思う。梅子だけ、梅子のイメージだけ多分なんだろう、うん、今までもなんか結構かっこいい衣装が多かったんですけど、うん、もう本当にゴールドを意識してるなっていう感じはしますね、いや、あの衣装すごい私好きです。私も、はい、今までなんかすごい布がなくてね、布がないっていう、ね、そう、衣装くださいみたいなことをいろんな番組で言ってきたんですけ ど、はい、けど今回布ももらえてるし、なんかちょっとゴージャス感あるし、実現できたね、多くない感じになってるんで、うん、ぜひ仕上がり楽しみ、もうできてると思いますけど、はい、ね、はい、見たい早く、ぜひぜひ。はい、ということでですね、新年明けたということで、はい、早速なんですけども、あの今年の目標なんかをね聞いていこうかなと思ってて、はいはい、梅子さん何かあります？今年の目標は。そうですね、まずこの番組の目標ですよね、うん、あ、やりますか？うん、言いましょうよ。なんかあんまり2013年とか2012年、うん、目標ありますかって言った時、結構自分の目標を言ってたりとか、ね、アイドリングの目標言ってて、番組忘れてるんですよ完全にこれね、そう、え、何言ってんの、これ一番大事だよね、一番大事ですかね、この番組。汚いよ、ちょっと待って、一回見たい、そんな嘘、本当に私この番組一番楽しみにしてますからね。でもね、言ってた、そうやって、すごい大好き、あの緩くて、うん、ちょっと楽だって言ってた。そうそう、楽しい楽で楽しい仕事なんかないよって言ってた、この前。素晴らしいじゃないですかねえ、あ、なるほどね、まあ、え、でこの番組の目標、いや、もうちょっと、うんうん、そうですね、この番組はやっぱり職業体験バラエティだったりするじゃないですか。あ、もう変わりました、ゆるぐだバラエティですよねこれ。もう変わりました、変わっていいんですか。スタッフさんも分かってないって言って、変えたつもりはありません。え、そうだから、うん、ちょっとだけゆるさなくしたい。あ、でもゆるいの好きな人もいるんだよね。そうなんですよ、結構この視聴者の方々結構ゆるいのが好きな方が多いんですよね。あ、そっか、うん、じゃあもうちょい続けたいこの番組普通に続いてほしい。あ、確かにそうですね、私も目標は、うんうん、あのまあ、結構アイドリングメンバーで、うん、そのつくばさんでやってたりするじゃないですか。誰か新番組持ったよね、ゆりかちゃんかな、ゆりっぺ新番組には負けたくないですね超、うん、超自慢してたこの前、してた、なんか、え、なんかタイトル決めなきゃいけないんですけど何がいいですかねとか言って、え、田中さんいますよね言ってた言ってた、田中さん、あ
れサッカー部ですよねとか言って違うよキップだよとか言ってそういう、まあ、そういう話をしてたんですけど田中さんの話してたわそういうのいやなんかゆりっぺ一人でさほら番組やっててでなんかリニューアルするっていうので何よいや負けてらんないよ ねそれは私たちが一番面白くて一番長く続く番組がしたいですそうですよ、うん、私たち面白いってあんななんかねチャレンジライフとか言って何よ絶対つまんないですよねあれそうだよ絶対あんな一人でやってて絶対つまんないじゃん、うん、なんかこの間握手会があった時に、うん、あの愛ちゃん大川愛ちゃんがゆりっぺのその DVD もらってて、うんもうほんまいらんねんけどゆりかちゃん何なんだろう何やのこれとか言ってて面白いよねあの子いや、まあ、シュールって意味では面白いと思うけどゆりかちゃんの話するとすっごいうるさいのことあるしさ面白いよねい本当にいやあんな企画にね負けてらんないですからねちら本当に誰が見んのこれがゆるって言ったらあんなのゆるゆるですからね本当にいや頑張ろう本当頑張りましょう2014年も2014年、はい、一番面白い番組目指して頑張ります頑張ります